どうも、はい、中間と申します。はい、今日はですね、上にちらって見えてるんですが、タイトルにもある通り、1着持っておくと便利な白シャツ3選をお伝えしようと思います。僕がよく着る白シャツでもありますし、白シャツって1着持ってたいアイテムじゃないですか。着るのかって言われたらそんなに着ないんですよ、白シャツでもそんな僕でも着る白シャツって感じなんですよ。こうすごいこだわられている白シャツだったり、そんな高い服があんまり買ったことないよって方でも1着目これ間違いないよとか、どなたでも似合うんじゃないかなっていう、めちゃめちゃ高いとこまでもいかないかなぐらいのアイテムをね、3つ、はい、選ばせていただきましたので、そちらをご紹介したいと思います。はい、1着目ですね、ブルックスブラザーズのボタンダウンオックスフォードシャツになります。はい、僕がブルックスブラザーズを買う時って、ブラックフリースの時とかも買ってたりしてたんですけど、昔この白シャツに関しては絶対1枚持っているっていうアイテムなんですよね。このオックスフォードっていう生地感、はい、こちらですね。あと目が粗いね、厚手の生地感のコットン、特徴としては通気性がよく滑らか、ただ厚手っていう。よくこのボタンダウンシャツ、はい、ここでねボタンが止まっているボタンダウンシャツに使われると言われております。オックスフォードボタンダウンシャツ枠で、1着ブルックスブラザーズのを買うので、こちらをね、はい、今回はご紹介させていただこうと思います。ちなみに今回のこのブルックスブラザーズのシャツはちょっと違くて、これ今日ね新しく買ってきたアイテムになるんですよ。はい、僕のね前着てたやつはもうボロボロになっちゃったんですよ。2枚持ってたんですけど、2枚とも結構ちょっとシワ感とかがちょっとついてきちゃって、ちょうどいいやっていうところで、じゃあ行ってこようかなと思って、その白シャツの動画もやりたいし行ってこようかなっていうところで行ってきて、イベントやってたみたいで、有楽町の、阪急メンズ館でやってました。刺繍を入れてくれるらしいんですよね。だから今回はその刺繍を入れてもらったんですよ。袖元にブラックと白シャツにねブラックって入れさせてもらいました。入れた理由は単純に僕は黒が好きだからって感じですね。ブルックスブラザーズといえばオックスフォードシャツですし、オックスフォードシャツといえばもうボタンダウンシャツですしっていうところで、多分もう王道中の王道だと思うんですよ。で金額も2万円いかないぐらいとかなので、ブルックスブラザーズって基本スーツとかのブランドなんですよ。むちゃくちゃ長い老舗のブランドで、もう202年ぐらいやってるのかな、アメリカのブランドになります。僕はしかもいつもオーバーサイズで作ってもらうんですよ。こう袖丈をちょっと短くしてとかっていうのもできますし、なんて言うんでしょうね、そういう自分の好みのシャツを作れるっていうのを僕がいつも選ぶ理由にはなるんですよね。サイズは17とかで着てます。春に僕その白シャツを着る時って春なんですよ。僕が唯一着る時って、だからこれから着るんでちょっとねいいなと思って買ってきました。ちょっとねこれ着てみましょうか。こちらですね。よくないですか？かなりね、余裕がある形になっています。サイズ感に関してはもう1個上まで作れるとか言ってたかな、確か17ハーフぐらいまで身幅が大きくオーバーサイズにはなっているんですが、それだけはちょうどよく作ってもらいました。ブラックと、はい、刺繍があります。これ何でもできるらしいんで、刺繍はなんか入れたい人は是非ねこの機会に。色も選べたしフォントも選べたかな。僕最初ほんと文字で普通に作ろうと思ってたんですけど、メッセージ入れるってことだったんでなんかじゃあブラックでみたいな感じでサクッと入れてもらったんで、よくないですか？でも普通に、このぐらいのサイズ感がちょうどいいと思うんですよね。本当にちょっと今やっぱり気分的にそうバッチリ着るっていうよりは、こう白シャツとかもゆったり着てこう花見とかしたいなっていう、はい、今年の目標は春はもう花見を絶対にすることなんでぜひ白シャツ着ていきたいと思います。このボタンダウンシャツってこういう風に襟が綺麗に立ちやすいので、レギュラーカラーになっていて、それがボタンダウンという形なので、普通に何て言うんでしょうね、ネクタイとかも合わせるのは結構合わせはいいはずなんですよ。だからそういう格好したいって人とかも結構いいんじゃないかなっていう。でもねこれ実はこう本当にオックスフォードのシャツってこう生地感がこんな感じなんで、スポーティーなイメージはつくと思うんですよ。何でもいけるんですよ実は。モードにも合わせることも全然できるので、本当に何て言うんでしょうね、その一発目とかこれ持ってて間違いないものをおすすめしてくださいっていう回なので今日はそれに関してはやっぱり白シャツでボタンダウンとかだとブルックスかなと思ったんで、はい、ブルックスさんのねシャツを今回はご紹介させていただきました。めちゃめちゃかっこいいですよ本当に。是非1枚まで締めてもいいですし、こう1個外してねラフに着てもいいですし、ボタンなんだけどここ外しちゃってもいいと思うんで、是非気になる方はね、はい、有楽町に行ってみてください。次のシャツご紹介します。お次はこちら、オーラリーさんのウォッシュドフィンクスツイルビッグシャツですね。はい、僕が持ってるのは18年 SS のかな。ちょっと今回この企画に関してはオーラリーさん絶対出さなきゃダメだなと思って今回ね出させていただきました。はい、これから新生活が始まって大学が始まる白シャツが欲しいって方には本当にブルックスさんかこのオーラリーさんがいいんじゃないかなって僕は思いますね。オーラリーさんって、簡単にどんなブランドかってご説明すると、僕の中のイメージで言うともう本当に上質なベーシックって感じなんですよね。日常着の贅沢な日常着っていうイメージがすごい強くて、先ほどのブルックスさんのシャツと比べると柔らかいです。エジプトの蝶々綿という綿を使っているので、かなりさっきのオックスフォードのシャツとかと比べるとまあ、目がそこまで粗くないですよね。滑らかさがすごいもっと滑らかになっているっていう白シャツになります。僕はサイズ4で着ております。確かね、定価も25000円とか26000円ぐらい、税込みで先ほどのブルックスよりやっぱ5000円ぐらいちょっと上がるかなっていう感じ。オーラリーさんはね、本当にこう素材から考えて素材も一から作っちゃうぐらいすごいスペシャリストなので、本当にそういうベーシックなアイテム一つ持っておくといい便利なアイテムっていうのを買うにはめちゃめちゃいいんじゃないかなって思いますので、着てみましょうか。はい、こちらですね。はい、まあ4でこれぐらいなんで、さっきのブルックスさんよりはちょっとちっちゃい、ちょっと小さいかなぐらい。まあでも十分大きいですよね。ゆとりもありますし、袖丈とかもやっぱり、そこまで長くなく、ほんとちょうどよく作られてるかなという形です。僕 176cm 普通体型で、まあ、サイズ4でちょうどゆったり着れるかなぐらいなんで、3でもいいかなって感じです。まあ3でも着れないことはないって感じですね。この本当にこのシャツ僕がいいなっていうのは蝶々面もそうなんですけど、この柔らかさなんですよ。この本当分かりますかね。このめちゃめちゃな柔らかさっていうのがすごい良くて、これどうやってできてるかっていうと、ただ普通に蝶々面から作ってるわけではなくて、交換する加工を施して、それをもっと柔らかくするために何度も叩いてこう柔らかくなっているっていう、もう本当に何て言うんでしょうね、すごいこだわり抜かれてはいるんですよ。まあシワがつきにくいっていうのが僕ソーダのいいところなんですけど、逆にこっちはまあシワとかはつきやすいと思うんですけれども、もうこのドレープ感だったり落ち感だったり揺れ感だったりっていうのを楽しんでいただくシャツにはなると思うんで、この柔らかい、フィンクスコットンのシャツであれば、例えばデュルカマラさんのワイドパンツだったりとか、こうワイドパンツウールのこうギャバの柔らかい揺れ感が落ち感が出るようなパンツと合わせていただくと相性がいいんじゃないかなって思いますけどね。で最後1着ご紹介しますね。最後1着こちらですね。はい、一風変わってますね。定価しっかり覚えてないんですけど3万円とか、カバルさん、はい、のバンドカラーシャツですね。はい、一風変わりまくってますね。シワ感とかね、このちょっとタックの入り方とか見ていただくと分かると思うんですけれども、このシワ感とかね、このタックの入り方とか見てもう普通じゃないなってところ分かると思うんですけれども、カバルさんどういうブランドかというと、もうほぼアルチザンと言ってもいいんじゃないかなと僕は正直思ったりしてるんですが、本当にファクトリーブランドというか、こだわり抜いて作っているブランドさんですね。細部まで見ると本当にすごい。この辺りの縫い目とか尋常じゃない。この辺りの縫い目の大変さとか綺麗さとか細かさとかっていうのが、もうこれ絶対大量生産とかじゃできないんですよ。この細さ、この細かさ、すごいなって思いますね。この襟ってまあちょっと一風変わったものとは思うんですけれども、違和感ないとか着やすいと思うんですよね。逆にこういうレギュラーカラーももちろんいいんですけど、1着持ってるとレギュラーカラー持ってるけど一風変わったやつが欲しいとかっていう方に関しては、まあこのバンドカラーとかおすすめしますけどね。カバルさん、僕レギュラーカラーのシャツを持ってるんですけど、もうね、もう何て言うんでしょうね、着心地もそうですけど、物のクオリティっていうところに関しては本当に一流。もうなんていう、こだわり抜かれてるなっていうのがすごい。本当に早速ね、ちょっと着てみたいと思います。いやめちゃめちゃかっこいいですよ。これはこれ1個着てたら本当に存在感すごいんで、ちょっと着てみたいと思います。はい、着てみました。いかがですか。 L サイズかな、僕は L で着ております。やっぱり僕が今白シャツでおすすめしたいっていうのは、こうやっぱちょっとゆったりした白シャツがいいかなって思って、全部ゆったりしたアイテムにしております。この入り方、このよれ感がちゃんと出るようにできてるんですよね。ちょっとポンチョ感もあるというか、1枚でこう存在感があるというか、いいな。しかも動きやすいな。これでコットン 100% ですからね。やっぱ白シャツってやっぱ着たいっすね、たまにはね。なんか白シャツ着るだけでちょっとクリーンなイメージになりません？ほら、眼鏡とかも外したらなんかいい子そうですよね。シャツとかってこう本当にいろんな着方があると思うんですよ。こうまくっていただいてもいいと思いますし、タックインしてもいいと思いますし、よくないですか、こうやって。そしたらこうね、アクセサリーとかも見やすいですし、すごいいいと思います。いやー、かっこいいな。でもね、クオリティが高い。本当にポケットも一応ついてるんですけど、はい、クオリティがめちゃめちゃ高い。はい、そんなところかな。今回はね、3点、僕がおすすめする白シャツ3選をご紹介させていただきました。ご紹介したブルックスさんもオーラリーさんも、カバルさんも、大変こうクオリティも高く、プライドを持って作られているところなんで、是非ね、気になる方は行ってみてください。ブルックさんはね、今ちょうどイベント、有楽町の阪急でイベントもやってるみたいなんで、ぜひ行ってみてください。オーラリーさん、はい、オーラリーさんは表参道とかに、店舗もありますし、セレクトショップであればもう本当に全国各地に、取り扱いがあると思うんで、ぜひ行ってみてください。カバルさんに関してはちょっと取り扱いは少ないと思うんですよね。少量生産なんでそんなめちゃめちゃ卸してるとかではないと思うんですけど、まあ気になる方とかは調べてみて、はい、どこで売ってるんだろうとか見て、まずね、置いてある店行ってみたりとか、オンラインで買ってみたりとか、はい、ちょっと調べてみてください。こんな感じで今日はね、春に合わせて、白シャツ3選をご紹介させていただきました。ちょっとでも参考になったという方とか面白かったという方は、チャンネル登録と高評価を何卒よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。はい、失礼いたします。どうも中村です。最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。これからもファッション系の動画を投稿していきますので、チャンネル登録と高評価何卒よろしくお願いいたします。あとインスタグラムもやっております。概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからぜひフォローの方お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。